こんにちは。卒業、進学、就職、人事異動など何かと慌ただしい季節になりましたね。はい、我が家は小学校と中学校にダブルで入学なんです。それはおめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今からね、どんな新しい出会いがあるのかワクワクドキドキなんです。では私たちもフレッシュな気分でレッツ SDGs。今日はまず SDGs と関連するショートニュースからお伝えしていきます。共同印刷株式会社トモウェルホールで企業地域連携推進ネットワーク会議が3年ぶりに対面で開かれました。これは文京区内の企業、団体、教育機関が連携して地域貢献を進めるきっかけ作りとして地域連携ステーションフミコムが主催したものです。企業と団体による連携事例の紹介では小石川植物祭のように SDGs に紐づいた活動もありました。グループトークも行われ、参加者たちは社会貢献のために連携しようと交流を深めていました。3月8日は国連が定める国際女性デー。東京ドームグループの従業員を対象としたセミナーが東京ドームホテルで開かれました。UN Women、国連女性機関日本事務所の石川海所長が性別に関わらず活躍できる社会の必要性について、公益財団法人ジョイセフの桜井彩乃さんが性と生殖に関する健康と権利について講演し、ジェンダー平等について考える機会となりました。この番組ではこうした動きとも連携して情報を発信していきます。さて、アラブンチョエリアの SDGs、今回は初めて高校を訪ねてきました。はい、経過女子中学高等学校では生徒たちがサークルを立ち上げて SDGs 活動を進めています。はい、その名も KSP 経過 SDGs プログラムです。白山通りにある経過学園は創立125年、女子校としても113年の歴史があります。どんな校風の学校なんでしょうか。早速校長先生に伺いました。誰かのために何かをするっていうことをすごくこう積極的にやるっていう、そういう校風があるんですよね。そういう共感力っていうのを大事にしてましたので、この SDGs 活動でさらにその共感力が高まっているんじゃないかな。でそれを見て入ってくるその入学者がやっぱりあのお姉さんみたいになりたいって言って後をこう継いでくれるって。 SDGs ですね、ぐる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 ね。校内のあちらこちらにこのような箱が。全校生徒が協力して使い捨てコンタクトレンズの空ケースを集めてリサイクルに回しているんです。こうした活動を進めているのが経過 SDGs プログラムの生徒たち。2019年に結成され SDGs に関心のある生徒126人が参加しています。ネットで学んだり、本を読んでみたりとかいろいろできるんですけれども、どうもそれが本当に生徒の身につくかっていったらもうちょっと疑いしかなくて、五感でまず体験をするのが一番だろうというところで体験型のプログラムを作って提供したいと思ったところが初めてのきっかけですね。1年半分の空ケースをこの日店舗に提供すると聞いて私も微力ながら協力しました。レッツ SDGs。アイシティでは SDGs 達成に向けてエコプロジェクトを進めています。空ケースを燃やさないで再製品化することで CO2 削減に貢献しています。みんなで集めたのでぜひリサイクルに使ってください。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。頂戴します。いっぱい集めていただいてありがとうございます。せーの、レッツ SDGs。また KSP では書き損じのハガキや切手を国際 NGO 団体 CSEF に寄付して換金することでカンボジアなどの教育支援に役立てています。カンボジアの新しいリーダーが育ってくれるような教育に使ってほしいな。みんながたくさん入れることで巡り巡ってカンボジアの人たちに
夢を持てるようになってくれたら嬉しいので、少しでも協力できたなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。授業にも SDGs 教育を取り入れています。地理の授業では世界の国々の経済格差をなくすことが持続可能な地球の未来につながることを学んでいました。皆さんの例えば子供とか孫の世代になっても、地球が日本が平和に続きますようにということで、作っていく世の中を真剣に考えたいと思います。こうした環境でどのような生徒が育つんでしょうか。3年間 KSP の活動に打ち込んだ3年生たちがこの日最後のミーティングに集まりました。自分でその感じてやった方が達成感とかもありますし、やってみようかなと思いました。SDGs とかの話とかは聞くんですけど、実際に体験することができるっていうのが良かったなと思ってます。一番の思い出は鹿児島県鹿屋市主催の鹿屋百茶礼の参加。住みたくなるような地域づくりのアイデアコンテストに地域の魅力満載の修学旅行を提案してプレゼンテーションし、全国2位の優秀賞に輝いたのです。私は経済学部に進学するので、その鹿屋百茶礼で培ってきた知識だったり、そういうのを大学の授業で活かしていけたらなと思っています。私が高校に入った時にはもうコロナが当たり前の生活だったので、交流っていうのがあまりなかったので、そこで主に活動できたのがこれからの人生にもいい経験になるので良かったと思っています。KSP の活動を通して生徒たちの視野が広がり、人生の目標が見つかったようです。他の国などに行って外国語を活かし、その経験も活かしで、その問題を見つけていけたらなと思います。大学でボランティア活動やサークルで活動して30年以内に SDGs が達成できるようにつなげていきたいなと思います。誰一人取り残さない持続可能な未来のために、 KSP の生徒たちは夢を膨らませながら活動していきます。 Let's SDGs。 一人一人の目がまっすぐ未来を見つめて輝いていて胸を打たれてしまいました。令和の若者にとって SDGs が本当に身近な問題だということを実感いたしました。そうですね。コンタクトレンズの空ケースの回収は誰でも参加できますよね。はい、私もこうして集めてるんですよ。アイシティでは他にも様々な SDGs に取り組んでいますので、機会を見つけてお伝えしていきます。さて、ここでお知らせです。4月2日日曜日の午後2時から千代田区西神田のコスモス館ポケットパークでもったいない市が開かれます。使わなくなったけどもったいなくて捨てられないもの、持ち込みも持ち帰りも自由です。ぜひお出かけください。3月で閉店する荒川区町屋の野崎浴場でありがとうさよなら会が開かれます。4月2日日曜日の午前11時から。最後の写真撮影会やブラスバンドの演奏などが行われますので、野崎浴場に思い出のある方ぜひお出かけください。さて、田畑さん、この番組来月からパワーアップするんですよね。そうなんです。放送時間が15分に拡大するんです。おー、すごい。ということは、はい、これまで以上にたくさんの話題をより掘り下げてお伝えできますね。はい、次回の放送は日本女子大学とミツカンがコラボした日本食プロジェクトなどをお送りしていきます。どうぞご覧ください。はい、それでは最後にレッツ SDGs。 さようなら。